の中で、あ、そういえば私は現在または過去ですね、株をやっているよ、やっているよ、いたよという方いらっしゃる。平崎さん大口じゃないですか。そうなんだ、ね、全部話したんですよ。あ、手放した。もうね、もうないないの、うん、それでですね、まあ、皆様株式市場とか言ってこういう棒グラフじゃなくて折れ線グラフ見ないのとかで新聞でもご覧になったことあるんじゃないかと思うんですけど、今日こちらの言葉をご紹介しておきたいなと思いまして、ビットコイン買いましたって言ってましたね。ビットコインという言葉を聞いたことがあります。ます、もしかして持ってらっしゃる。持ってます。なんか買えるのね。そうなんです、このビットコイン。そうなんです、ビットコインというものを実は私も昨日ですね、まあ、勉強のために買ってみたわけですよ。ね、買いましたって。はい。でビットコインというのは今小室さんのおっしゃったように、まあ、仮想通貨というふうに一般的には言われているのですが、まあ、正確にはですね、こう言っていただいた方がいいのかな。暗号通貨。仮想っていうとなんかさも何もないみたいな感じ、暗号で守られている通貨ということで、ビットコインは暗号通貨と、まあ、訳すのが正式だろうと言われる。新聞などで読むと仮想通貨ってなるかもしれません。じゃあこのビットコインってどういうものだと漠然とこう知ってらっしゃいますか。小室さんはビットコインってどんなものだ。なんか普通の通貨をビットコインに変えて、そのなんかいろんなものを換金できる。そうですね、換金できますが、このビットコインですね、ある国の通貨ではないんです、うん、どこの国の通貨でもない。確かあの金融界クラウドみたいなもんだと思ってたんですけど、あ、まあ、そうですね、インターネット上で流通するお金で、円でもなければドルでもなければ元でもフランでもないという種類のものです。でビットコインを売買するマーケットというのがやっぱりありまして、それはあの証券取引所みたいなものではなくて、これの中にあります。なのでビットコインというのはスマートフォンで利用するお金、皆様はお金をお札入れというかお財布に入れますよね。お札入れのことを英語で何て言います？ウォレットって言いますよね、ビットコインはこの中にウォレットっていうものを入れて、そこにこうお金を貯めて使うわけなんです。でビットコインというのが、まあ、売買されていて、今、まあ、日本円でも買えるということで1ビットっていう単位から、まあ、買えるんですけど、1ビットが昨日の私が買った段階の時で117,000だかそれぐらいです。それでとはいえ 0.1 ビットっていう単位もあるんです、買うのに。あ、なるほど。 0.1 ビットだと1万円ちょいで買える。 0.01 ビットっていう単位もある、1000いくらで買えるということで、少額から始められる、まあ、ちょっとした投資というんでしょうかね。でこれはですね、例えて言うならば、皆様はさっきあの白崎さんが一生懸命お財布の中でポイントカードみたいに探されてたと思うんですが、皆様お店に行くとどこかしらの店でポイントって発行してもらって、例えばゴディバに行ったらゴディバのポイントカードってあって、でそのポイントがいろんなところで貯められる。でも使えるのはゴディバの店だけだと思うんですね。ビットコインもまあ似たような感じで、コインを貯める、まあ買うってことですね。そしてビットコインを使えるお店はこれから増えてくるんです。全世界に増えてくると言われている。特にアメリカではスターバックスなんかでビットコインでお支払いをすると。で、0.01 が1000いくらなわけですから、スタバの商品ってもっと安いですよね。だから 0.00 なんとかビットコインみたいので支払うことができる。そして私も今度行ってみようかなと思ってるんですが、銀座にある沼津寿司さんでしたっけね、でビットコインに払えるんです。ということは限定されてるということですか。まだそうです、まだですね、まだ、なのでまだそんなあちこちで使えるものではないんです。ただもしですこれが、皆様に先週授業でアマゾンのお話をしたと思うんですね。アマゾンで買うときにビットコインが使えるよとでもなればですね、この相場がググッと上がってきたりとかもするらしいんです。それ狙いで買ったわけじゃないですけども、もしも使えるお店がもっと多くなってくると、例えば
例えばじゃあ中田さんがアトレで大根買った時にですね、お客様お支払いはビットコインでくださいますかって言われたら、それにしてちょうだいとか言ってスマホで払うわけですよ。それから海外に送金する時って今は結構手数料が数万とかかっていますが、これ国際的な通貨として見なされるとですね、海外に送金をしてももうぐんと安く済んじゃうということで、海外に ご親戚だとか、まあ、ご家族とか住んでいて送金するときにはすごくいいんじゃないかと言われています。となると面白くないよね、銀行ですよね。銀行それされちゃうと手数料がということで、まあ、あまり銀行では言わない話だと思うんですが、まあ、そうは言ってもですね、世の中の流れがどうなるかは分かりませんが、もしかするとこのビットコインというもの、皆様の生活でも例えば数年後とかでも、あ、ビットコインで払えるんだイオンでとかね、なるかもしれませんし、じゃあお給料はビットコインでみたいな会社が出てくるかもしれません。でも沙織さんは絶対してらっしゃる。数年前にはね、横領されてね、そうなんです、ビットコインの危機、ね、があったんですよね。あれはですね、どっちかっていうと証券取引所の中の職員が悪さをしたみたいな、そんな感じで、ビットコイン自体がってわけではないんですが、皆さん多分そっちの印象の方が多くあってですね。なのでこのビットコインって聞いたらば、まあ、仮想通貨って、仮想って言うとなんかさもないものみたいに思っちゃいますけど、実際リアルにあるものなんだけど暗号で守られていると。そして例えば私がじゃあ大村さんに何時代借金してるとするじゃないですか。例えば私もアプリを持っていて大村さんもアプリを持っているとしたら、じゃあ先週のランチ代返しておきますね、1080円ピッてやるともうそこに入るみたいな、そういうふうにして使っていくことができるものなので、もしニュースとかでビットコインの話を聞いたら、あ、暗号通貨って言って手では触れられないけれども、それでお金の代わりになる、全世界共通である、銀座の寿司屋で今日は今のところは使えるということは、それを出し入れするときにはやはりパスワードが、あ、もうアプリの中で入ってるんです。そうです、入ってます。じゃあもうこれはもうお財布であり電話であり何でありって、もうオールマイティー、まさにそうなんです。ペイみたいに、そうですね、そう、アップルのお金もこれです、ね、ビットペイとか絶対なくしちゃいけないね。そうです、全く狙い目もそれだな、狙い目も狙い目もそれなので、皆様スマートフォン開けるときに、先週もちょっとお話ししたかもしれませんが、無防備に全くパスコードもかけないで、そして番号も人に見えるように打つとか、そういうのはなし。必ず番号を打つにしても、例えばそれが1111とかだったとしても、こんなになってやらない、ちゃんともうこうやって隠してやってくださいねと大事なものですので、習慣つけていただくといいと思いますが、今日はちょっと最初の業界インフォメーション、ビットコインということになります。よくわかりました。